それとあなたを含めて関係者の方には詳しく事情を聞くことになりますので待機していてください。わかったよ。佐藤さん、これ自殺だと思いますか？自殺か他殺の断定はもう少し調べてからにしましょう。はい。とにかく不審なものがないか楽屋の中をチェックするわよ。はい。一幕で着ていた騎士の衣装だ。この人自殺するのになんでわざわざ衣装を脱いだんだ。短い幕合で衣装を着替える必要などなかったはずだ。なのになぜ衣装を汚したくなかったのか。周りは結構片付いてるのになぜか衣装だけが散らかってる。衣装は汗で濡れているな。よし、他のところも探ってみよう。きちんと整理されている。血痕だ。腹部をナイフで刺されたのが致命傷になってるな。特に怪しいものはねえな。騎士役の立花さんの遺体だ。まだ体が温かい。この人全然汗をかいてねえみてえだぞ。衣装は汗で湿っていたのにどういうことだ。よし、他のところも探ってみよう。ナイフが刺さったままになっているから出血はそれほど激しくなかったみたいだ。どうやら死因は失血によるものじゃなさそうだ。変だぞ。この人なんでナイフをこんな風に持ってるんだ。もしかして自分で刺したんじゃなくて抜こうとしていたのか。そういえばあの中山って人、すでに退団しているとはいえ昔の仲間が死んだのに平然としていたな。けどもしあの人が犯行に関わっている可能性があるとしても、いつ立花さんを襲ったんだ。被害者は仮面騎士として第一幕に出ていたんだ。10分ほどしかない幕合にあの人が客席から離れた形跡はない。あの時あの人とお姫様が話をしていたのを俺と蘭が目撃しているからアリバイもある。しゃあねえな。関係者からいろいろ聞いてみるしかなさそうだ。遺書はありませんでしたが、楽屋の中を見ても衝動的な感じがしますね。争った形跡もないことですし、やっぱり自殺って線が濃厚じゃないですか。自殺じゃないよ。え？自殺するような人がわざわざ衣装を脱ぐなんておかしくない？
言われてみれば。でも役者だったら衣装を汚したくないって心理が働く場合も。でもこの人ナイフを両手で持ってるでしょ。両手で自分のお腹を刺すなら柄の先に右手を添えて力を入れるんじゃない。ああこのお兄さんナイフを刺したんじゃなくて抜こうとしたのかもね。確かにそうとも考えられるわね。高木君、この件は殺人事件として捜査を始めるわ。本庁に連絡を取ってちょうだい。はい。私は劇団関係者から話を聞いてみるから、高木君はロビーで観客の身元確認をお願いね。わかりました。舞台と楽屋に通じる袖口だ。たくさんのスタッフが慌ただしくしている。今はここを調べてみる必要はねえな。ここはお姫様の楽屋みてえだな。佐藤刑事がお姫様から事情を聞いてるみてえだ。よし、そばに行って聞いてみるか。有沢さん、あなたは劇団の創立メンバーだそうで、詳しくお話伺えないかしら。はい。この劇団は私たちが通っていた大学の演劇サークルだったんです。メンバーは立花さんと中山さん、そしてあなたね。ええ、卒業して一般公演するとき、立花さんがいろいろなところからスポンサーを集めてきてくれまして、翔吾さん、あ、いえ、中山さんの役者としての才能も評価されて、大きな舞台に立つこともできるようになりました。そう。ところでスポンサーって？あ、はい。舞台ってお金がかかる割に収入が少ないんです。それで協賛という形で個人の方や企業の方に出資していただくのが普通なんです。立花さんはそのビジネスセンスに長けていたんですね。はい。でも最近はその自分の力で劇団を大きくしたって言うようになって、それでスタッフの間とも衝突するようになってしまったんです。稽古、余計なことは言わなくていいだろう。翔吾さん、何が余計なことなのかしら。ふん、立花は自殺したんだ。自分の演技に自信が持てなくなってな。刑事さんはどうしても手柄が欲しいみてえだがな。あなたね。いえ、いいんです。翔吾さん、きっと気が立っているんです。舞台があんなことになって。あ、ちょっと待ちなさい。あら、どうしたの坊や。ここには関係者以外は入ってこれないはずだけど。あのさ、今日のお芝居のあらすじを教えてほしいんだけど。え？そうね。昔ね、あるところに結婚を間近に控えたお姫様がいたの。それがお姉さんなんだね。ええ。でもそのお姫様のお相手は遠い国の王様だったのよ。お姫様は自分のお父様に好きでもない王様と強引に結婚させられることになっていたの。
それって政略結婚って言うんじゃない？坊や、難しい言葉を知ってるのね。お姫様はお父様の命令には逆らえないから、泣きながらも遠い国まで嫁いでいたわ。お姫様かわいそうだね。うん、でもその国でお姫様は一人の騎士様と出会うのよ。その出会いで騎士様はこう言うの。主よ、汝のために私はいかなる労苦も受け止めよう。幾度この身が倒れようとも、汝の姿を探し出し、その魂を求め続けよう。どう？素敵なセリフでしょ？うん、そうだね。騎士様の言葉を聞いたお姫様は、それが自分へ向けられた言葉だと思ったの。そしてその騎士様を結婚相手の王様と勘違いして好きになってしまうの。じゃあお姫様は騎士様を王様と勘違いしたんだけど、なんとなく気づいてたのかな、自分が人違いしてるかもしれないって。え？だってお姉さんびっくりしてたでしょ、舞台の上で騎士様と出会った時。そうね、でもその時気づいてもどの道遅かったのかもしれないわ。お姫様はすでに恋をしてしまっていたんですもの。ああ、何度もすいません、有沢さん、ちょっとお話いいですか？あ、はい、ごめんなさいね、坊や。うん、また今度聞かせてね。よし、これで事件解決に一歩近づいたぜ。ここでは佐藤刑事が関係者から事情を聞いているみてえだな。ここからじゃ何を話してるか分かんねえぞ。よし、そばに行って聞いてみるか。なるほど、立花さんはすごく神経質な人で、公演中は特にピリピリしてるから、呼ばれない限りはあまり楽屋には行かないようにしてたと。ああ、そんな感じだったな。おかしいな、立花さんが神経質な人だったら衣装を脱ぎ散らかしたりするだろうか。でも衣装の畳み方にまで文句を言うなんてちょっと信じられないわね。え、そうなの？なんだ、このガキ。コナン君。でもあの人、楽屋で騎士の衣装を脱ぎ散らかしていたみたいだけど。な。そういえば、楽屋の中はきちんと整理されてたのに。騎士の衣装だけ、だらしなく散らばってたわね。大方自分の三流ぶりに腹を立てて脱ぎ散らかしたんだろうよ。あんな演技すりゃ誰だって自分を見失うさ。そういうものなのかしらね。ま、あいつの本心はあいつにしかわからねえだろうがな。刑事さん、まだ聞きたいことはあるのか？そうね、とりあえずはもういいわ。
返すことはできないけど、劇場内にいてくれればいいから。ふん、わかったよ。よし、これで事件解決に一歩近づいたぜ。今はここを調べてみる必要は、今はここを調べ、今はここを、今は今は事件には関係ねえみたいだし、もらっておくか。ここにいるのは中山さんだけか。ちょっと話を聞いてみるか。こんにちは。なんだ坊主、何か用か。うん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。お兄さん、幕開中にお姫様とお話ししてたよね。何を話してたの？坊主には関係ないことだな。でもお兄さん、あの時いっぱい汗かいてたでしょ。お話ししてるだけなのに変じゃない？なんだと？なんか運動でもした後みたいだったからさ。大きなお世話だ。もう芝居は終わったんだ。ガキは早く帰んな。やっぱりこの人は何か隠してるような気がする。幕開中の汗と何か関係があるのか。よし、他のところも探ってみよう。